ミハイル・タリは、元チェスの世界チャンピオンである。無謀と思われるようなサクリファイスをして勝つことから、チェスの奇術師、チェスの魔術師の異名を持つ。ラトビアの首都リガで生まれる。医師の父に7歳の時チェスを教わった。1954年にインターナショナルマスターとなり、1957年にグランドマスターとなる。1960年。 ミハイル・ボトビニクを破る当時世界最年少のチェスの世界チャンピオンとなった。翌年のリターンマッチでボトビニクに敗れ、健康が思わしくなかったことから、その後挑戦者になることもなかった。タリは攻め専門の気風で、ソビート連邦のプレイヤーの中では、ボリス・スパスキーと並んでソ連以外の国で人気のあったことでも知られていた。故郷リガで、 チェスの専門誌の編集に携わったこともあった。事前期ライフゲームズ・オブ、ミハイル・タルヤ・タルバー・トゥービに1960は、名著の誉れ高く、史上最強のチェスライターと呼ばれたこともある。病弱に耐えられず、モスクワの病院で、人不全のため55歳にて死亡。ありがとうございます。